んにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は前回の続きからやっていきます。前回はオリエンテーションのところで終わったんだったよな。そうね。そして部屋を組んで写真を撮ってくるということだったわね。とりあえずこの兄弟に話しかけてみるわ。どうやらイベントが進行したみたいね。このまま黙って見ていくのぜ。ということで今度は弟のスグリと戦うことになったわ。こんなに早く戦うことになるとはな。一番手はお立ちだったわね。第二世代のポケモンなんだけど、まさか DLC で追加されるとはな。ここらはバトルシーンをお楽しみください。無事に勝利することができたわ。進化前のポケモンが多いがレベルが高いのばかりなんだぜ。そして主人公はスグリと組むことになったようだぜ。ここからどういう展開になるのか楽しみだわ。さてスグリと組むことになったのは良いけど、どこに行けば良いのかしら。これから表示されるんじゃないのか。ではゼイリーお姉さん、スグリのことは任せてちょうだい。最初の目的地はトモヒコプラザってところらしいわね。リンゴ園から行けるみたいなんだぜ。早速行ってみましょうか。ということでカット入ります。ほいほい。はい、無事にトモヒコプラザに着いたわ。ライドポケモンに乗ると楽に着けるのぜ。さて、目的地に着いたら看板を探すのよね。ああ、そこで写真を撮ることになっているのぜ。あ、スグリ、来てくれたのね。そりゃ、一緒に行動してるからな。
それもそうだね。主人公の目の前に看板があるわね。これが目的の看板かな？おそらくそうでしょうね。この看板によると怒り狂った鬼から村を守った3匹のポケモンがいたみたいね。その3匹のポケモンはイネイヌ、マシマシラ、キチキネスといい。鬼を撃退した彼らを村人たちは親しみを込めてトモッコと呼んだそうね。どうやらそうみたいなんだぜ。それにしてもこのスグリはトモッコと呼ばれるポケモンよりも鬼の方が好きみたいなんだぜ。一匹で三匹のポケモンを相手にしてたみたいだからね。かっこいいと思うわ。私も鬼の方が好きになりそうよ。ここでスグリから写真撮影をお願いされたんだぜ。じゃあ撮りましょうか。どうしたのかしら？この登場シーンも久しぶりなんだぜ。確かボタンの時だったわね。どうやらサンドウィッチの単語に反応して出てきたみたいね。欲しいのかもしれないが今は持ってないのぜ。ごめんね、コライドン。サンドイッチなまた今度ね。次の目的地は北上センターって場所みたいね。そこに次の看板があるみたいなんだぜ。ではここでカット入ります。ほいほい。はい、無事に北上センターに到着したわ。岩壁をよじ登れば早いのぜ。上から看板を探すのぜ。あ、こんなところにあったわ。すぐに見つかってよかったわ。アイテムを拾って看板を調べてみましょう。看板を調べてみました。何が書いてあるんだろうな。あ、スグリ着いたのね。じゃあスグリに呼んでもらうので。鬼は4つの面を持っていて、トモッコと呼ばれたポケモンたちは鬼の力を封じたみたいね。
そのトモッコたちが奪ったお面は北上センターに保管されてるみたいなんだぜ。ある場所に行くんだぜ。と、その前にすぐりが寄ってみたいところがあるみたいね。鬼が住んでいる場所があるみたいだぜ。主人公に鬼のことをもっと知ってほしいみたいね。当然、私は行くわよ。鬼が住んでいた場所がどんなところか興味あるわ。すぐりも嬉しそうなんだぜ。次の目的地は恐れ穴という場所みたいね。すぐりは先に行ったみたいだぜ。ではここでカット入ります。ほいほい。恐れ穴に到達しました。すぐりがいるからわかりやすいのぜ。無事にすぐりとの勝負に勝ったわ。強くなったな、すぐり。
れ？このポケモンは？まさか鬼？すぐりとおもて祭りに参加することになりました。看板巡りはお休みなんだぜ。ということで今回はここまで。次回も見てくださいね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。